はい、みんなこれボブって、皆さんボブどうやって切ります？あ、いいか、カットじゃない方がいいですかね。あの宿毛矯正やった方がいいか。なんかあの時間無駄ですね。早くやれよって感じですね。ちょっと2回目なんでまだちょっと慣れてないもんで、はい、何やろうかな。いいか、矯正でいいか。はい、矯正。で、皆さんちょっとこれ揺れると思うんですけど、近づけますよ。いいですか。はい、で、それで、まず塗布なんですけど、髪の毛がこう、まあ下から塗布していくんですけど、ちょっとウィッグ薄いんでこのくらいからにしますね。で、結構、まあこの今日のお客様は、4ヶ月前に宿毛矯正をかけました。例えば、4ヶ月前に、千代の宿毛矯正、千代とか強い薬で、宿毛矯正をかけた方だとしましょう。ということは伸びてるところはだいたい、まあこの指3本分ぐらいがだいたい伸びてるんではないかなと思います。で、ここから先は千代系の矯正かけてて結構やばいパターン。皆さんどうやって塗りますかね。で、まあ全然宿毛矯正のすごい上手な方たくさんいらっしゃるんで、まあ、僕がやるレクチャーするようなものでもないんですけど、まあ、ネタがないんで、まあ、とりあえずこれでいきます。で、まあリングコームでね、これで塗布していく方もいますし、まあ、いろんな方がいると思います。で、例えばこの指3本分の3本で、だいたい皆さんこれどうやって3本でやってるのって分かります？指2本って3センチなんですよ。で、指4本、3本って5センチなんです。測ってみてください。だいたいこれが目安にしてるんですよね。定規みたいな感じです。指3本5センチ、指2本3センチっていう感じでやってます。だから伸びたところでだいたいこれぐらいかなっていう感じ。4ヶ月前だったら、伸びるのがだいたい 1.2 センチから5センチぐらい伸びたとしたら、まあ5センチぐらい伸びてるかなと。4ヶ月前に矯正やったんだったら。で、指3本分ぐらいを、ここを薬をつけます。で、ここから先は時間差で塗っていきたいという場合、より薬をためないとダメな部分というのはこっちの根元側の方だと思うんですよね。まあ、根元つけちゃダメですよ。この根元側のところだと思うんですけど、で、こう徐々に、まあこの辺が薬溜まって徐々にこう薬が、なんていうのかな、まあなくしていくというか、そういう感じでこう塗っていければいいと思うんですけど、結構はみ出しちゃうと、そのはみ出したところが、かなりあのダメージにつながってしまったりとかするんで、で、まあ、根元1センチ開けたところからこう塗るわけですよ。ということは、4ヶ月前ですから指3本当てたところの1センチ部分を外して、ここまで、この人差し指まで塗るわけですね。はい。で、薬を塗っていくんですけど、まあ、ハケにこう取って塗っていきます。まあ、これ初心者向けの講習なので、ちょっとそんなの知ってるよっていう方がいたら申し訳ございません。まあ、このぐらい取ります。で、ステムは90度ぐらいで塗っていくといいと思います。で、なんで90度かっていうと、ありがとうございます、ハートで。これがこうなっちゃうとついちゃうじゃないですか、こっち側に。だから90度っていうのは、ステムに対して90度っていうのは、まあ根元、ここもね、90度に塗らないと、これが下がっていくと、こっちは、下の方は 0.5 ミリのところから塗られて、こっちは2センチのところから塗られたりするじゃないですか。わかります？表面の方2センチの
ダウンステミにしちゃうと表面2センチの下の方が 0.5 ミリのところが濡らさったりしますよね。だからここは90度に、頭皮に対して90度の角度で塗ることによって、均等の、1センチ1センチから、この指3本分のところが塗れるっていうことですね。ここまでこれが下げちゃうと、下と上の、底辺と上辺っていうのかな、上の方の塗る場所が変わってきますよね。だからまずこのステムが90度っていうのは基本なんですよ。で、ここでポイントなんですけど、まずこうつけていきますよね。はい、つけます。見えますかね、こうやった方が見える。もう一回 PPAP やった方がいいかな。大丈夫、 PPAP 必要ないですか。でここはい、塗りますよね。塗ったら皆さんこのコームの位置よく見てくださいね。コームを入れます。はい、これコームはこのパネルに対して直角で入ってますよね。で、この状態で、コームをずらしていくんですけど、よりちょっとここの新生部の部分がすごく強い人とかだとこの角度を少しちょっと極端にやります。少しこっちにします。こう、あ、スタンプありがとうございます。でこうしますよね。こうして塗ることによってこれをこうちょっと極端にやってます。ステム90度、90度に対して、コームを直角で入れます。でこの状態だとこうやってるとこっちに溜まってきちゃうんですね。こうやると溜まってくるんですよ。ということはこの角度を少しこっちに寝かすことによって、奥に行くんですね。逆毛立てるような感じで優しく塗っていくことによって、薬剤塗布量っていうのが、この部分がしっかりついて徐々にこうフェードアウトしていくような感じですね。わかります。この薬剤塗布が縮毛矯正にとったらすごく大切で、アイロン操作もそうなんですけど、薬剤をしっかり塗布できてるかできてないかでもうかなり変わってくるんですよね、仕上がりっていうのが。なので例えばまあアシスタントの方とかも、まあ、これを見ててくれたらしっかり塗布をしていかないと、その後アイロンをきれいに入れようとも一材がしっかり塗布できてない時点でもうダメなんですよ。なんでこの薬剤をしっかり塗布していくっていう部分がしっかりできないと本当にダメだと思います。で薬もまあ僕結構量使うんですけど、はい、こうしたらステムに対して90度でこのまま滑らしてしまうとコームをアップしちゃうとこっちに薬が溜まっちゃうんですね。ですから角度をちょっとつけて、角度をつけるってことは押すようなっていうか薬がこっちに溜まるようになるんですね。わかりますか、こうやることによって。で徐々にその、前回やった縮毛矯正ライン、前回やった縮毛矯正のラインがここだとしますよね。徐々に攻めていくんです。わかりますか、若干オーバーラップするぐらいの感覚で。これがこうなってしまうとこれ大変なことになっちゃいます。こっちになるとどんどんこっちになって、こっちに溜まってっちゃうんで、結局このつなぎ目のところが傷んでしまって、そこがかかりが強くなってしまったりするんですね。なのでコームの角度は絶対こっち側なんですよ。こうで逆毛を立てるというよりも優しく、逆毛をこうテンションかけて立てるんではなくて、ちょっとね浮かすような感じで優しく塗っていきます。いいですか。でその、前回の縮毛矯正やったところには薬をつけないようにしてこういうふうに塗っていきます。これがポイントですね。でこの時にステムを下げてしまうと裏側についちゃうので、下も上も同じ1センチ開けてる状態っていうのはステムが90度の状態じゃないとできないわけですね。なのでステムが90度の状態でやることが大切なんです。で、ステムを90度にした状態でコームを入れてこれを少し寝かせます。でこの状態で、この圧力は全然かかってない状態です。優しくコームを滑らすような感じでやっていきます。こうですね。いいですか。それで、このようなで頭って丸いじゃないですか。
なので体の位置もしっかり、この引っ張る方向ですね、今度これもしっかりやっていかないと、真ん中は1センチなのにこっちは2センチ空いてしまったりしますよね。ですから体を動かしながらこういうふうにラウンドして塗っていきます。はい、まあこれが正しいわけではないんですけど、まあ、僕のやり方なので、あくまでも。はい。で、また次のブロックに入っていきます。まあ薬結構取ります、僕の場合は。で、ステムを90度、はい、頭皮に対して90度、上の面も下の面も1センチ開けれるようなところに持っていきます。そして、薬剤を塗布し、はい、前回やった指3本分ですね。4ヶ月前に矯正やってますから、そこに薬をつけないようにして、ここには薬をつかないようにして、優しくこのような感じでコームをこっち側にしながら塗っていきます。いいですか？そうすることによって新生毛のこの一番まだね、元気な髪の毛のところに薬剤がたくさんついて、こちら側の方には、薄くつくという感じになるので、矯正した時に、根元の強い癖のところをきれいに伸ばすことができます。ね、このような感じでこうやっていきます。で、この時も体の位置はしっかり、はい、頭のこの軸を中心に、ここと、おへそが中心となってる感じですね。自分のおへそとここが紐で結ばれてるような感じです。わかりますか？このてっぺんと自分のへそですね。へそとここが紐で結ばれてる感覚でいてくださいね。紐で結ばれてる感じ。はい、こういう感じ。ありがとうございます、ハート。あざっす。で、こういうふうに、ありがとうございます。ニコちゃんマークといいね、ありがとうございます。で、このままここと、へそがこう結ばれてる感じで、ざっす、ぐるぐるぐるっとこういうふうになります。そうすることによって、常にどこから見ても均等な状態で塗ることが可能になります。ちょっとこっち今塗りづらいんであれですけど、はい、ステム90度で、コームを少しこっち側に入れて優しく塗っていくことによって、薬の塗布がここらへんしっかりつきますよね。本当に縮毛矯正は何度も言いますが、薬剤の塗布がうまくいかなかったらうまくなりません、絶対。なので、本当に、で、特に強い薬とか使う方は、まあ、システアミンとか腸とか使う方は特に注意しないとダメですね。今回だけじゃなくて、そのお客さんを1年通した形で、しっかりとした、今回だけ良ければいいんじゃなくて、1年後も綺麗な髪を伸ばしていけるようなベースを作っていく必要があるので、ここでしっかりですね、薬剤を塗布するってことは本当に長い目で見て大切なんですね。なので薬のオーバーラップはなるべくしないっていうことです。ただここで1個注意点があるんですけど、薬のオーバーラップをしなさすぎてもそこにクレパスというか残ってしまうんで、そこは怖いですよね。そこはしっかり見極めていかないとダメだと思います。変に開けてしまうとそこだけね、うねりが出てしまったりとかするんで、そこは気をつけてください。はい。で、もう一回おさらいしますよ。ステム90度。で、理由としては、下げてしまうと、表面が2センチ、裏が0.5ミリっていうところでついてしまうから、良くないんですよってことですね。だから、ステムは90度ということですね。で、薬剤を塗布したら、はい、コームを入れます。はい、前回矯正をやってるのはここから先です。ですから、ここに薬がつかないようにして、コームを入れて90度に今入ってますね。これを少し寝かせます。で、この状態でこの圧力はかけないようにして、少しこう浮かした状態でそーっと薬を塗っていきます。そしてへそとトップのここを紐で結ばれたような感じで塗っていくことによって、きれいに薬剤が塗布できるっていう、ただそんな単純なことなんですね。はい、そうなんです。
これをやっていくことによって本当に明日からの宿毛矯正、これからね年末矯正多くなると思うんで、綺麗な矯正できると、まあ、お客さんも喜んでくれると思いますので、まあ、その辺ちょっと皆さんやっていけたらいいかななんて思っておりますね。まあいろいろなまだたくさんあるんで、小出しにしていこうかなと思ってるんで、とりあえず今日はこの薬の塗布とかをちょっとやってみたいなと思いました。はい、てな感じですがどうでしょうか、皆さん大丈夫でしょうかね。そんな感じで一応僕ね結構ねこれちょっとこれ追加なんですけど、まあ別にここちょっと薬ついてるからねちょっとあれなんですけど、ね、どうやって皆さん切ります？僕とかなんか僕ね結構思うんですけど、すいませんこれ僕の持論なんですよ。なんでねなんか皆さんこれすごい多分結構これ僕がこれ言うと多分すごいふざけんなこの野郎って思う人がいると思うんですけど、なんでなんかこの後ろの方をこうやって細かく取ってね、こういうふうにこう、まあそれが悪いっていうわけじゃないですよ。いや悪いっていうわけじゃないっていうか、いやその意味がちょっと分かんないんですけど、僕もやってたんですけど、こういうふうにバーって切っていくじゃないですか。でも結局後ろの方からこうやって切ってって、まあチョップカットでも何でもいいんですけど、結局なんかあと1センチ切ってって言われたらもう一回そのカットの仕方やるのかなって思っちゃうんですよね。だからあんまりなんかその縦面で取っていくのって僕あんまりやんないんですけど、時間のロスかなと思ってるんですよ。なんか結構だいたい後ろからこう切るじゃないですか、こういう風に後ろ、まあ、今ね縮毛矯正の薬の塗り方やったんで、まあ、矯正の薬というかこれついてるんでちょっとあれですけど、結構なんか後ろからこう切るじゃないですか。でもお客さん一番見えてない場所後ろだったりするのに、後ろに結構時間かけるんですよね、この辺とかカットに。で2セクションとか3セクションとかで取ってったりとかしてこう切るじゃないですか。でも逆に細かく取れば取るほどカットラインって繋がんなくなるんですよ結構。でもそれに気づかずずっとそれをやっていて、例えばですけど、まあ、これは極端ですよ。例えばですけど、まあ僕はただこれ例えばボブで切る場合こんな感じで切ります。これが正しいかどうかわかんないですよ。もうブロッキングとかしないですね。しないで、まあちょっとうちはこういう R の刃があるんで R 刃で切るんですけど、 R 刃でよいしょ、ちょっとなんかカットになっちゃった、もうそろそろ帰ります。ちょっとなんかよくわかんないけどカットになっちゃった。で結構こう、まあドライカット結構多いんですけど、根元を起こしてでこう内巻きを作るんですよね、こういうふうに。で内巻きを作って、まあボブの場合ですよ、見えてますかね、別にまあカットやろうと今日思ってないからまああれなんですけど、でこうクロスさせるんですよ、こう胸クロスさせて、まあ動画とか見ていただくと分かるんですけど、人っていう字を書くんですよね、人、人って書いて、あと真ん中に一回コーミング入れてキュッと上げて、上げたところを指で少し R にした状態で切るんですけど、だからボブとかそんな細かく取ったりしないんですよね本当に。もうまあ毛量多い人もほとんど一撃でいっちゃうんですけど、このコームをしっかり内巻きにキュッと入れて、内巻きをイメージしたら指でロックさせて、あとこの R 刃で切っていくっていうような感じなんですね。でこの辺もで、この表面が長くならないとインぐらいにならないんで、このような感じで内巻きに、これ最後のこれ持ち上げるのが大切なんですよ。これ持ち上げる、この持ち上げるところが結構大切で、そうなんですね。
こういう感じで持ち上げてそこをカットします。で、人っていう字書いて真ん中にコーミング入れて、まあこういうふうに切ったりとかするわけですね。まあこれがいいかわかんないですけど、でもこれできると結構内巻きに入ったりとかするんですけど、まあ他のスタイルに対してもそうなんですけど、結構縦で無理やり頑張って切ってる人とかいて、こう、まあそれ悪いわけではないんですけど、なんかあんまり意味ないなと思うんですよね。僕これだと本当に、まあ正直本当なんもう1分とかで切れちゃうので、まあクルリンパっていうカットの方法はちょっとここでお見せできないんですけど、まあ本当に、まあこれは見せれるカットなんで、ちょっとあれなんですけどね。なんか本当にお客さんのゴミ1ミリとかまで追求したいんで、何回でも切り直せるみたいな。左利きですか？あ、僕右利きです。右です。石川さんありがとうございます。右利きです。これ多分動画だからだと思います。で、このような感じで、ちょっと切りますね。したらもう帰ろうと思ったけど、例えば本当簡単で、ここがポイントなんですね。これ一回持ち上げて、で、この左手ロックしたらそこ切るんですよ。ちょっとこれ薬、さっき矯正塗るやつの薬ついてるからちょっとベトベトするんですけど、で特にこの耳のあたりとかは、ここが穴開きやすいんでってよく言うじゃないですか。なので、ここはそーっとあんまりリフトしないように、リフトじゃないや、そーっとこの落ちる位置をイメージしながらカットしていきます。だからあんまりね、余計なことしない方がカット、綺麗なカットライン出せるんですよ本当に。だからあんまりなんか余計にこう細かく取ったりとかして、それが逆に癖を殺しちゃうって。あ、そうで、なんでそうかっていうと、癖毛って皆さんコーミングめっちゃすると思うんですけど、する人とかはコームをたくさん入れれば入れるほど癖って死んじゃうんですよ。でゴムと一緒で、伸ばせば伸ばすほど反動で戻ろうとしちゃうんですよ。でこれ僕の考えなんですけど、あくまでも。なので僕はあんまりコームを使わないんですよね。でこれがハイヤーマカシのカットなんですけど、基本的にコームをあんまり使わないようにして、まあ今ウェットなんでちょっとコームないと切れないんであれですけど、コーム使うことによって癖を殺してしまう。でこのウィッグも、このウィッグちゃんも若干癖があるんですよね。でこのウィッグちゃんの癖もコーミングを強く入れることによって殺してしまうんで、このコーミングをあんまり入れないようにして、なんていうの、本当に落ちる位置でカットするのが一番ベストだと僕は思ってるんですよ。なので細かくバックからセクション取ってこうカットして、はいどうですかって言って、あんまり細かく切ったからお客さんもあと1センチ切ってって言いづらいじゃないですか。なんで僕はもうババって切っちゃって、どうですか、もうちょっと切りますかみたいな感じで、正直ボブだったら楽勝だなって思っちゃうんですよね。なので切り直し何回もできるような感じで、ちょっとやってます。ただこのネープのところはさすがにちょっと毛が出てくるんで、ここはちょっと違う方法でやるしかないんですけど、まあこのような感じで、この1回持ち上げるのが大切ですね。このキュッてキュッて持ち上げて、この癖の落ちる位置を指定してあげるんですよ。あなたはここねっていうの、あなたの癖はここに落ちるんだよっていうのを指定してあげて、カットしますね。このような感じで持ち上げて、はい、で持ち上げて、あなたの癖はここだよっていう感じでロックしてカットします。はい、で人っていう字を書いて持ち上げたところで指で挟んでカット。でこれ普通のストレートのハサミだとちょっと、直角になりすぎるんで、この R シザーでこう丸くこういう風に切れるようにしてるんですね。で、だから本当ボブなんて本当こんな感じで簡単に、で、ここで挟んで切るだけなんで、なんかみんな難しく、わざと難しく、なんか切りたがるというか、まあ、日本人独特かなと思うんですけど、
なんか展開図好きなんですよね、結構多分日本人の人ってあのすごい繊細なので、だから結構そういうのってなんかまあある意味無駄なところもあるんですけど必要なところもあるというか、あんまり意味ないことはやんない方がいいのかなっていう気はしますよね。本当に、なんか細かく取っていった方が、まあ、綺麗に切れる人いるのかもしれないですけど、細かく取れば取るほど、髪の毛のつながりっていうのはなくなるんで、つながりを出すにはやっぱり大きく取らないと髪のつながりって出ないんですよ。で、髪のつながりって何かっていうと丸さだったりとか柔らかさにつながったりとかするんで、そういうのを、うん、一つの球体として考えてカットしていくのが大切だと思って、まあ、ネープは多分皆さん切ってるように、まあ本当、まあこんなのは当たり前ですけど、こういうふうに、うわすごいな今この矯正の薬が、矯正の薬というかあのちょっとクリームついてるからね、でこういうふうになじましたところを僕はこのまま今度あの歯は反対側のこっち 山切りの方を使って中をちょっと取っちゃいます。わかります？頭の丸さに合わせて切ってるんで山切りの方、要はこれがなんでこっち使うかっていうと、この毛が戻った時にこうなる、難しいですね、まあこれを使い分けてるんですよ、こういうのとこういうのを使い分けて、中切る時はこういう感じにして、このネープのところをちょっと切っていきます。で、イングラにしたい場合はこんな感じにして、ちょっと今ざっくりね、今日カットのちょっとその講習やるつもりなかったので、で、このコームを押さえてこっちでこうカットしていきます。で、このように中を切っていきます。で、イングラを作っていきますね。このような感じで